はい、テイルズ・オブ・アライズ実況プレイパート71やっていきたいと思います。前回まで一通りのね、クエスト消化をしようとしていたんですけれども、残っているクエストの大半が、現状のレベルだと多少厳しいかなっていうのだったりとか、もうほぼほぼ、推奨レベルがエンドコンテンツレベルのね、高難度な依頼だったりということでね、現状多分無理じゃねえかなっていうところもありまして、今回は話を進めていきたいと思います。というわけで、隠れ港の鳩場に向かいます。さあ、目的地に着いたわよ。はい。お久しぶり。よう、炎の剣ご一行様じゃないか。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だがてっきり、いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の？ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかくおかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。話が早い。十分でかいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいな。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったら。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう、機械でも生物でもない。でも生きてる。大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。ダナこの大きさだ。行き当たりばったりでは
見つけるのも簡単ではないぞ。確かに。この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リンネル？え？そこなの？おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か？何があった？なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声？うん、言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたのか。違うよ。なんでわかるの？知らないよ、そんなの。でも敵とかじゃない、そういう感じじゃなかった。精霊力に関してはね、リンネル、レナよりも多分能力的には優れてるだろうからな。貴重な情報だ。リンネルを信じよう。いいの？あ、ま、何の当てもないよりマシか。おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞ、ロー。 なんだビームル、声を聞くもん。おお、クロスブレイド、マジックチャージ強化。これとこれを出しておきたいな。気を引き締めていくわよ。それとね、今更なんだけどね、こっちは999になってんのいいんだけどさ、よく使うからね、このメンバーは。これなのよ。特にローの陶器、全然育たないの。たまに使ってやったらいいかな。ちょっと頼り切ってっかな。ちょっとこうとかしといて。とかね、やっといた方がいいのかな。よっしゃ、ここでもしょうがないと技を覚えん。さて、近辺とその後に何もねえか。気味の悪いダンジョンだな。天のくさび。
中も外に負けず劣らずの様相だな。興味深い。レネギスから現れたのに、まるで質だわ。どういうことなの？どこ見てもグネグネのモコモコ。何のためかさっぱりだ。登れるな。ズーグルもいる。通してもらおう。終わりだ。囲まれたか。任せたまえ。受け取る。襲撃クエラ。変装する。やった。素早い敵を任せたまえ。飛ぶ。ないもんね。あれすれば、せっかく取ったのに潰してなかった。あ、ちょっと分かった。オッケーオッケー。どうしました？射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。早速変えようかしら。よいしょ。出れるようなチェックポイント的なやつにつけばいいけどな。攻撃あるのみ。よし。
いい連携だったな。演武局といったところか。エラブレッツ行けるぞ。よっ、戦争ライザー、やったなアルペン。ああ、これからも頼むぞ。いいね、ダナの精霊力だ。ここを通ってレネギスに送られているのか。急ごう。とりあえずこっち見るか。なんかありますか。まあまあまあ、やっとこう。お手並み拝見といこう。ここだ、いけるぞ。はいよ。これで終わりだ。終わった。巻き込んだか。まだ伸びしろがあったようだ。お、名前はすごいお酒だけど、ランクが2。なんだこいつ。明日中継ですか。ハウスフィギュア突破するぞ。バタバタ落としいな。こうも飛び回る。分かってるわ。私が落とす。ありがとう、キヨ。もう無理はできないね。アガミチは気をつける。アクアマペット切り締まれ。燃やせっちゃ。えい。いいねいいね。最後の流れが好き。なんだか森の中のような、生き物の中のような。お、なんかある。不思議な感じがするな。よせよ、変なこと言うの。人工物なんだろ。だとしてもまるで予測がつか、気を抜かないことだ。だから一本一本が血管か神経か、なんかそんな感じにも確かに見えるんだよな。ほんとまるで何かの体内みたいな。容赦しないわよ。そのね、ソウルレンガ弾から豪華爆炎陣に使ってて、吹っ飛ばされてこれで拾いに行くっていう、この流れ好き。HP の消費半端ねえけど。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。転送試練滅転送。普段ここまでやられてるんですね。使用バッテンジ。異常な音。はい、次ケアカナ。よし、試練滅転送。大地のもとに刻まって。流星戦流星陣エラプレッサー。よこされたか。やめろ。いいよ。ジェネシック。まだまだ鍛えねえとな。ここでせいぜいレベル上げていこう。問題なさそうな相手だな。終わりだ。ネガティブ氷の槍を高そうなやつは前だっとけ。豪華爆炎陣。こう飛ばれるとやりづらく仕方ねえ。しよう、頼めるか。ええ、任せて。どういうこと。ロックを入れて大地のもとに刻まって。エラプレッサー。凍てつ
新たな武器に必要な欠片が揃ったか。それめっちゃ気になるね。新しい素材が結構ザクザク手に入ってるんでね、なんか作れそうですよね。さすがに掘る量はねえか。そっち側はなんか光ってるけど、あれハーブかなんか。あ、でももっと上の階がある。え、お部屋、あ、部屋なんだ。わ、なるほど。ちょっと保留しとこうかな。こっちチャットも見たいですね。少しばかり変わった輩がいるな。そうだね、なんか違う変な異様なオーラが出てる。やるしかない。傷を負ったら皆さん数を見出そう。くらえ、次ランサーだ。ドラゴンに無駄よ。全てを這うが一緒せ。ルボコリ放置。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に分かった。足止めは任せたまえ。だわ、拳を温めとけ。よくある。ちょっ、思考の域を超えている。ちょっとは遠慮したい感じ。まずい。間に合った。軽っけえな。なんとか巻き返したわね。俺たちを甘く見んなよ。どうも頼もしいわ。よいしょ。シオンが仲間たちを褒めてる。よいしょ。精霊力を叩き込む。私確実に。あ、そうだ、ぶねえ。反応間に合った。あ、ここで落ちる。あれ？どこ？あ、俺下に一回降りたから。わわわわわ、めんどくさ。加減を見誤った。帰れ帰れ。持ち場に戻れよ、マラ。そして一気に駆け抜ける。アイストロイゾ、よし。えい。あ、チャットやっぱ先見るわ。あ、いいよ。それにしても進みにくいな、ここは。人が活動することを前提にはしていないようだ。確かに見かけるのはズーグルばかりですね。我々はいわば巨大な修霊機の中にいるようなものかもしれんな。修霊機か。あら、差し詰め精霊力を受け止めているレネギスがマスターコアか。なあ、さっきの声まだ聞こえるのか。
気になるの？信じてないんでしょ？いや、悪かったって。進むほど強くなってる。道は間違っていないってことか。その声というのはどこから聞こえるのだ？自分の中から聞こえるような、いろんな方から同時に聞こえるような、包み込まれているような不思議な感じ。包み込まれてる。精霊力が関わっているならそれほど不思議ではないな。うん、でも聞いているととても安心するんだ。何でもいいけど、何かおかしなことがあったらすぐ知らせろよ。うん、分かってる。それなりにちゃんと心配してやってんじゃんね。さてと、というわけで、探索したいのがまだ何箇所か。まあ、これはまだまだ探索が続きそうな感じがしますね。まあ、一歩一歩確実に進めていきましょう。いつもながらですけどもね。はい。じゃ、とりあえず今回はここまでにしておきます。よし。ではテイルズオブアライズ実況プレイのパート71、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。